そういえば海藤のおっさん、気になってたんだけどさ、ヤクザってどうやってなるんだ？なんだって？だからヤクザのなり方だよ。おっさんなら知ってんだろ。映画で見たんだけどさ、ヤクザになるには組長と杯を交わさないとなんだよな。お前まさかヤクザに？なんだよ、悪いかよ。当たり前だろ、ヤクザなんかなりたくてなるもんじゃねえ。でも俺はなりたいんだ。なぜ？なぜって。いいか、ヤクザになったらな、銀行口座も作れねえし、部屋借りるのも大変だ。今のヤクザは法でがんじがらめで、しのぎだってままならねえ。悪いことは言わねえ、やめとけ。もう難しいことはよくわかんねえけどさ、とりあえずなってみなきゃわかんねえだろ。お前人の話聞いてたか？おい、そこの厨房！やっぱりこないだのクソガキ。知り合いか？ああ、こないだのあの頭の赤いバカがホームレスのおじさん殴ってたから追い払ってやったんだ。腕ひねり上げてやったら泣きべそかいてたぜ。お前そこら中でそんなことしてるのか？おい、チューバー、この前はよくもやってくれたな。やめときな、今度は腕へし折るぜ。クソガキが、ぶっ殺してやるよ。ジュン、下がってろ。おい、お前まさか。おっとっと、たく、どうなってんだ。おい、てめえ邪魔すんじゃねえよ。こいつも一緒にやっちまおうぜ。やれやれ、世話の焼けるガキだ。暴れるぜ、おっかでも聞くぜ。はい、起きろ。あれ、もしかして俺気絶してたぞ。どうなってんだよ、冷戦でもそんなことあったよな。俺ダメなんだ。ダメ？刃物、あれ見ると頭ん中が真っ白になっちまう。なんだそりゃ、刃物恐怖症みたいなもんか？気絶するとは相当重症だな。昔刃物で大怪我でもしたか？いや、怪我っつうか、昔親父がコレクションしてるナイフを勝手にいじったことがあってさ、危ないから絶対に触るなって言われてたんだけど、あの頃はナイフとか憧れてたから。それで？そこにちょうど親父が仕事から帰ってきて見つかっちまってよ、大激怒。俺もカチンときていろいろ反論したんだ。そしたら親父、俺の腕を持ってナイフを当てて。まさか切ったのか？うん、ちょっと血が出るくらいだけど。ジュン、分かったか。刃物は人を傷つける、使いようによっては相手を殺してしまいかねない。もう二度と
触ろうだなんて思うの？いいか。それで刃物恐怖症に。教育のつもりなんだろうが、やりすぎだな。だよな。あのクソ親父、仕事ばっかしてるからちょっと頭のネジが外れちまってんだ。でも、まあ、後で俺が刃物恐怖症になったことを知った時は、やりすぎたすまんって謝ってたけど。そうか。なあ、刃物がダメでもヤクザになれるかな？いや、相手がドス出した途端に気絶してたんじゃ話にならねえだろう。はあ、そうだよな。ヤクザになるならドスくらい扱えるようにならないとだよな。さっきみたいになったらアウトだし、おっさんに助けてもらってばかりだし、情けねえ。ほら、落ち込んでねえで行くぞ。母ちゃんの行方探すんだろ。ああ、行こうぜカイドウのおっさん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう、桃子ちゃん。あら、カイトさんじゃない。お久しぶり。そっちの子は？息子のジュンだ。息子？カイトさん、あなたいつの間に。いや、違うんだ。いろいろと複雑な事情があってな。ミキコちゃんが生きてる？本当に？まだ確証はねえ。だが、カムロ町でよく似た女性が目撃されたらしいんだ。桃子ちゃん、ミキコと働いていた時仲良くしてたろ。なんか心当たりねえかなと思ってよ。2年前自殺する前に相談とかされてなかった？特にされたことなかったけど、ただ真帆ちゃんのことはずっと引きずってたみたいだったわ。真帆ちゃんのこと？あれ？知らないの？あれは確か4年くらい前のことだったかな。ミキコちゃんの妹亡くなったのよ。なんだって？真帆ちゃんが？嘘だろ。死因は？それが普通の死に方じゃなかったの。放火されたんだよ。殺されたみたいなもんだよ。放火？なんだよそれ。ご両親もその放火で亡くなっちゃってね。ひどい話だよ。あんまりだよね。ミキコちゃんもすごく落ち込んでてね。真帆ちゃんが唯一血のつながった肉親だったから。当時のミキコちゃん落ち込んだり荒れたりで大変だったのよ。犯人を見つけたら絶対に殺してやるとか言って、そうやって怒ってないとダメになっちゃうような感じで。犯人は見つかったのか？ええ、真帆ちゃんを狙ってたストーカーの仕業だったみたい。放火の後自分も首吊って死んだんだってさ。勝手に死にやがったのか。やりきりねえじゃねえか。うん、当時のミキコちゃんの落ち込みよったら
見てられなかったよ。真帆ちゃんのことはもちろんだけど、ご両親も大恩人でしょ。身寄りのなかった美希子ちゃんたちを引き取って育ててくれた人たちだから。それなのに怒りの矛先を向ける犯人も勝手に死んじゃってさ。おい純、知ってたか。うん、一応俺まだ生まれたばかりだったから覚えてないけど。そうか。なあ、大丈夫か。ああ、心配だね。調査を続けるぞ。そうか。他に母ちゃんが行きそうな場所ってないか。ねえ、あそこは行ったの？ほら、二人の思い出の場所があったでしょ。ん？どこのことだ？とぼけないでよ。カムロシアター。ミキコちゃんから当時聞いてたんだから。あれ、当時は違う名前だったかしら。ああ、おばちゃん、そこ何の場所だ？カイトさんがミキコちゃんに告白した場所よ。お、マジで？一緒に映画見た後、下の喫茶店で告白したんだっけ。だがよ、桃子ちゃん、あそこリニューアルされて結構変わっちまったぞ。当時の喫茶店ももうねえし。でも思い出の場所であることには変わりないでしょ。今更ミキコがそんな場所に行くか。当時すごく喜んでたみたいだし、カムロ町に来たらふと思い出の場所を見に行きたくなっちゃうかもよ。そうか。なあ、手がかりねえし、とりあえず行ってみないか。まあ、それもそうだな。